もうすぐ終わっちゃいそうなやつ。<laughs> あのじゃあ、この三番目にある聴覚フィルターの話をちょっとさせてください。えー、っと、これかな。これだな。えっと、なんでこんな話になったかというとですね、去年、あの 2BSIQ の ま、実践という形でいろいろ私なりにこう調べてたときに、あの、この耳の特性っていうのはどうなのよっていうのはちょっと、まあ思ったのでですね、えー、調べてみました。で、この手の話、私がまあ知らないだけなのかもしれないですけども、このアマチュア無線の中で、えー、どっかで、 あの情報として、あったのかもしれないですけども、ちょっと私、ちょっと見つけられてないです。なので、もし、いや、ここにあったよ、そんなの言わなくたって知ってるよっていう方はいらっしゃるかもしれないですけども、えー、っと、すいません、あの、まあ、この程度の話なのかもしれないですけども、えー、ちょっと紹介させてください。 で、いや聴覚フィルター、まあ、聴覚フィルターって言ってるだけにですね、まあ、あの、機械とかですね、えー、装置ではなくてですね、自分の皆さんの耳ですね、に適用、適用されるという言い方がちょっとまあ正しいかどうかわかんないんですけども、まあ、あの、それなりにフィルタリングをするだろうというところで、えー、まあ、フィルターと言ってます。なので、まあ、こういうのとは、 違いますよと。ただまあですね、あの、まあ私はあんまりそういう人に会ってくことはないんですけど、いや、俺の耳はもう確かなんだとかですね、そういう方、たまにいるんじゃないかなと思ってですね、まあ、あの、思い込みとかでですね、あの、そんなことないよ。俺はこう,あのこうなんだから、そんなこと言,うあの言いふらすなよとかですね、言われるかもしれませんけども、 ちょっとまあ、一般的にですね、えー、こういう特徴ですよというところなので、えー、そういうことで理解していただければと思ってます。で、周波数特性ですね。あの、バンドパスフィルターとかですね、クリスタルフィルターとかだと皆さん馴染みはあると思うんですけど、この周波数特性って皆さん、 どんなになってるかって、多分、私は知らなかったです。すいません。あの、あんまり知られてない、あの、無線をやってる方の中じゃ知られてないんじゃないかなと。で、こんなになってるそうです。ちょっとこれ、わかりづらいかもしれないですけども。えー、っと、横軸が、あっと一番左側が 0.05kHz なんで 50Hz ですね。一番右側が 20kHz。真ん中が大体たキ 1kHz ですね。 で、この赤い線、赤い線を見るとですね、まあ0.5、ま、あ5 0 0ルツより下のところで、ま、あサチって、え、100Hz ぐらいの、あの、大域だというふうに言われていたのが10年ぐらい前だそうです。ま、あ私も、あの、この研究してたりとかですね、仕事してるわけじゃないんで、ま、あそうですとしか言いようがないんですけども。ま、あ出展校に書いてますので、まあ、ああの、気になる方は、こういうところから、あの、 見てみてください。で、まあ、10年ぐらい前までは経ったんですけども、えー、実はどうもそうじゃないらしいっていうのがありましてですね。さっきのグラフ、あの赤い線がこの点々点,点になってますけど、新しいデータだとこの緑のこの下の方まで、あの、降りてます。なので、えー、ま、これをリニアとはちょっと言えないですけども、 えー、周波数、聞く、周波数が低ければ低いほど、えー、待幅は狭まりますと、まあ。狭まりますとは言われても、どんな風に狭まるのか、ちょっとこう、ピンとこないので、えー、どうかというところで、ちょっとこういうデータも、載っけました。対数尺度に近いなので、対数尺度じゃないんですね。 こういう、なんていうんですかね。これ、このグラフで言うと、一番左が、横軸が100ヘルツ、一番右が16キロヘルツ、真ん中がだいたい2キロヘルツですかね。ただまあ、あの、形としてはですね、こういう形がこう、左右に動くような形なので、どうも、こういう形のものが耳の中に、これが連続的にあるのかどうか、ちょっと私もそこまでは分かってないんですけども、 えっと、ある部分部分なのかっていうのはちょっと、そこは、すいません、見えてないです。なので、これからまあ言えることはまあもうその通りなんですけども、あの、周波数が低ければ低いほど、あの、耳のフィルターは狭まりますと。ということですね。 で、このカーブがちょっと面白いので、えー、っと、低ければ低いほど、こう、そんなに中心じゃなくて、あの、高い方に中心に切れてると。そんなカーブですね。ということはですね、あの、切れてるということは、はい、えっと、中心より上の方の周波数が、まあ、マスクされる傾向が強い。まあ、これは、あの、自分の耳なので、 傾向が強いとしか言いようがないんですけども、上の方がちょっとあの同じ、あれですね、あの、音圧を聞いてるんだとすると、切れてですね、下の方が耳に残りやすいという特性らしいです。なので、まあ、まあ、言ってることを繰り返しになりますけども、 低くして聞くと、聞き分けしやすそうだと。となると、まあ、SSB はちょっとわかんないですけども、CW なんかだと、えー、一辺に呼ばれて0ビートじゃない限りは、下から呼ぶ方が、ああ、呼ぶんじゃなくて、取っていく方が、まあ、あの、取りやすいだろうと、いうふうに思ってます。 で、フィルターっていうとですね、皆さん、あの、Q ってのありますね。Q がこの音圧によって変わるそうです。で、音圧が上がれば、要は聞いてる音が、まあ大きい、大きければ大きいほどですね。 そ,のそれ以外の利得も、まあ、利得っていうか変ですけども、相対的に増加してですね、あのまあそ、それ以外の周波数も聞こえやすくなってしまうので、っていうのがあるみたいですね。なので、あんまり音を大きくすると、どうかなと。なので、こう、カスカスに呼んでくるのに、なんかこう、ボリュームを思いっきり上げて、 とかですね、やってしまうと、その時に複数呼ばれてしまうと、逆にその Q が下がってしまうのでですね、聞こえづらく、まあ聞こえづらくじゃないですね、あの、目的とする音を拾いにくくなるんじゃないのかなというふうに思います。なので、まあなるべく上げなくてもいいようにノイズキャンセラー付きのヘッドホンなんかを使ってですね、なるべく音を小さくして聞いた方がいいでしょうと。 まあ、まあ同時にそうすれば難聴対策にもなりますしと。で、ここでなんか、トーラウドレ、ラウドネス曲線という、まあ聞き慣れないあの言葉が出てきましたけど、これ何ですかというのもちょっと紹介します。これはですね、1kHz を基準音源として各周波数で同じに感じる音圧。まあ感じるなんで、まあここは難しいところなんですけども。これですね。 で、この赤線、この黒い線はなんか、やっぱりさっきと同じで、あの、昔はこうだったけどって、最近はこの赤線が、えー、あの、その曲線となってるみたいです。で、どういうことかというとですね、<laughs> このグラフのですね、真ん中がだいたい500ヘルツですね。お前のページ行った方がいいかな。で、一番下が、あ、右が、あ、一番左側ですね。これら16ヘルツ。一番、 左いや右が16キロヘルツと、そういうあの尺度になっています。なので、この500より1個右の1キロのところが、えーっと、この基準となってますね。で、このグラフの一番下のところが、一番かすかに聞こえるというところですね。で、さっきの話になって、えー、っと1キロよりちょっと高いところにですね、ピークが。 最低のピーク、ちょっとなんか変な言葉ですけども、あります。ということで、多分、えー、3キロ、4キロあたりが一番、その音として、あの、小さくても聞き取れる周波数のようです。で、一方ですね、あの、このグラフからもわかるように、まあ、500より下、まあ、300ぐらいから下に行くとですね、 えー、この滑張値っていうのが大体、まあ、上がってきますね。まあ、このグラフはわ、まあ、かりやすく言うと耳の感度というふうに思ってもらった方がいいかもしれないですね。なのであんまり低いとですね、今度同じ音圧でも聞こえにくくなるそうです。うん でですね、あの、この中の、あ皆さん、も私も含めてですけども、結構年、あの、だん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 重ねていくとですね、聞こえにくくなるっていうのがあります。で、これをどんな風に聞こえにくくなるかっていうのが示したのがこのグラフですね。えー、っと、下二つがですね、一番下が70代の方から、 その上が60台。で、横軸、真ん中が 1kHz ですね。左側、左端の方が 125Hz。えー、一番右が 8kHz ですね。これ見るとですね、まあ、水色が50台。これ私もそうなんですけども。まあ、上の方はちょっと下がってますけど、60、70になると、ガクッと上の方、まあ、2 k ロから先がですね、聞こえにくく、えー、なるようです。 なのでですね、あのあ、何言いたかったの忘れちゃったよ。そうです。はい。いいです。はい。で、ってことでですね。えー、っと、周波数、あの、聞く周波数が低いとですね、こ自分の耳フィルターによってですね、選択度が上がりますと。えー、っと、ま、あ高いと今度、 選択と下がり、まあ、言ってるそのままですけども。で、結構、こういっぱい呼ばれて分かんないなーってうときにはですね、あの、リットなんかでですね、受診手話数をこう低い側に持ってきてやると、改善が期待できるなので、まあできますとは言い切れませんけども、えー、みたいですね。 で、まとめるです、ね。なので、まあ、無線機で皆さん、あの、どこ、感度がいいとかですね、いろんな話しますけども、まあ、皆さん、自分の耳の受信特性っても、やっぱり知っておいた方がいいんじゃないかなと思ってですね、えー、シェアしました。まあ、あとは、最初にもあの申し上げたとおり、好みとは、あの、一致しないので、えー、そこら辺は、あの、こういうものだというふうに理解してもらった方がいいんじゃない 以上です。何か質問ある方、ありますか昔から EME では直感フィルター、ものを実践してますよ近藤さん、近藤さん、聞こえますか,なんか あんまり、近藤さんありそんあなんまり、そうなのでですね。あんまん聞こえない。